メルセデス様、どこに行かれた？なかなかしつこいわね、ジーヤモン。お待ちなさい、メルセデス。お母様。また私の弓を持ち出して、今度はどこに行こうというの？カエル狩りです。そうね、小さな妖精を食べてしまうあの輩を退治するのは重要なこと。でもそれは兵たちに任せておきなさい。私はもっと弓の腕を上げて、お母様と共に戦場をかけたいのです。メルセデス、あなたを魔王との戦いになど連れて行けはしません。嫌です。どうして行けないの？メルセデス、あなたはまだ幼い。今はいろいろと学ぶ時。この戦いの意味すら知らず、戦場に憧れてはなりません。戦いの意味？我々森から生じた者は、フォゾンと呼ばれる正気の源がなければ生きていけません。メルビン。フォゾンは自然界に生じる魔素。この森以外では希薄です。魔素をどこからでも集めることができる我らの宝は繁栄の源。これを狙って魔王が戦いを仕掛けてきたのです。魔王がどうして私たちの宝を狙うの？我らの宝コルドロンは魔王にも絶大な魔力を与えるからです。そんな理由で戦争を仕掛けるなんて。メルセデス、その弓はあなたに預けます。その代わり、私が留守をする間、あなたがこの国を守るのです。わかりました、お母様。では狩りに行ってまいります。まったくあの子は理解しているのかしら。問題ですな。ご自分がどういう立場であるか、まるで自覚がない。メルビン、あなたはいとこだけれど、あの子には兄のようなもの。良き女王になれるよう助けてやっておくれ。身に余るお言葉。メルセデス様のお力になれるよう努めましょう。大部隊が迫っております。我が軍はじりじり押し戻され、戦線から逃亡する者も出ております。
守護竜も大台の魔女に手こずっている様子。ここはもう持ちますまい。陛下、どうか退却のご決断。魔王が突撃してきます。なんて巨大なサイファーだ。久しいな、エルファリア。お前が見目に似合わぬ抜け目のなさで大釜に手を伸ばした時以来になるな。魔王大台、変わらず美しい。白百合を倒るようにその細首を取らねばならぬことが惜しまれる。魔法の大釜、コルドロンは渡さぬ。何でも思うまま力任せに我が物にする。その悪辣非道を天はいずれ許してはおくまい。何とでも歌うがいい。お前のまやかしの術は私には効かない。見よ、青い一つ目を。我が邪眼バロールの力を。女王、お前の負けだ。これで世は絶対的な世界の主。さあ、妖精の祈りでも済ませるがいい。姫、気を確かにお持ちください。見据えなさい。あなたはこの国の女王となるのだから。リングフォールドは間もなく窮地に立たされましょう。魔法の大釜コルドロン、あれがフォゾンを吸い上げれば我らと森の木々は生きていけない。国を立て直し、魔王に奪われた大釜を取り戻さなければならない。復讐ではなく王道を、この国を守り導くのです。幼いあなたにこんな大地を託すのはつらいけれど、あなたなら母は信じています。お母様、お別れです。メルセデス、大地を受け取れ。この命が帰る時が来た。そして天よ、死に際して名を返そう。私はエルファリア、真の名はフィンブルベトル。大いなる冬を私と共に過ぎ去れ。メルセデス様、負傷者が多すぎて病床も薬も足りません。いかがいたしましょう。そう、負傷者に南の離宮を解放しましょう。魔法使いらを集め、急いで薬を用意するように伝えます。メルセデス様、よろしいかな。
がメルヴィンの黒い剣士か。気分が優れないので失礼いたします。お前が気分がす魔王が攻め上ってきたらと思うと気が気ではありません。国が危うい時に幼いあの方で務めを果たせるのでしょうか。いとこのメルヴィン様は頼りになるお方。いっそ王女様、実に悔しいですぞ。かつて先代女王とドワーフ族はコルドロンをめぐって争いました。敗れた我らは償いに火事場を離れリリパッドとなったのです。だがその時逃げたドワーフたちはあろうことか魔王側について我らを傷つける武器を作り続けている。これはこれは、御用の武器があればいつでもおっしゃってください。陛下、我が一本角にかけてエルファリア様のために戦い抜きますぞ。ありがとう。メルセデス様は母上を亡くされてまだ日も浅い。お休みになられてはいかがでしょう。メルヴィン、でも私は。執政は私にお任せください。メルセデス様が出られては皆が混乱します。陛下が足手まといだと申すのか。めっそうもないことです。メルヴィン様、武器庫の司がご相談があると申しております。すぐに会おう。それでは失礼いたします。あいやつ、武器庫まで自由に扱っておるのか。お母様の言った通り、私何もできやしない。しっかりなさいませ、メルセデス様。不穏な空気が流れております。彼の動きが怪しい。何やらうちに野心を秘めて謀略を練っている様子。表立って動きはありませんが、このままではいけない。エルファリア様に仕えていた魔法使いに話を通しておきましょう。竜を刺激し冥界までも見渡せる名高い魔法使いベルドーに。こちらも対抗できる実力者を味方につけておいた方がよい。まさか内乱は起こさぬと思うが、先が読めません。エルファリア様亡き後国が割れては魔王討伐どころではありませんと。ベルドーは森のイオリに引き下がったと聞きます。メルセデス様が足を運べば強くして力になってくれましょう。
Thank you.
乱暴はよしてくれ。おいらは悪いことなんてこれっぽっちもやっちゃいない。いいゴブリンさ、品物の出どころ。妖精だ。こんな森で妖精に出会えるなんて、おいら飽きないやってるんだ。見ていかないかい。魔法使いがいるのかしら。どうしよう。
おや、どうしたんだ。カエル、お前のせいよ。大事なお母様の石弓を落としてしまった。俺のせいではないだろう。池にカエルはつきものだ。ああ、見つからない。どうしたらいいの。この辺には深いところもあるからな。俺なら潜ってなんとかできそうだね。でも水底の大事なものを拾ってきたなら、君は俺に何をしてくれるんだい。これからはカエルを撃ったりしないわ。お話にならないな。待って、分かったわ。カエルさんの言うことを何でも一つだけ聞くわ。お願い、取ってきてくださらない。いいぜ、約束したぞ。したいやらしいカエル、あんなやつの願いなんかたかが知れてるわ。メルセデス様、こんな沼で何をしているのです。いいところにお前を探していたのよ、忠実な魔法使いベルド。お前に頼みがあります。力を貸してちょうだい。はて、困りましたな。私めが今忠実にお仕えしている方はメルヴィン王でございますから。メルヴィンが王だなんて。間違えないで、この国の女王は私です。いいえ、間もなくそうなります。さあベリア、小さな陛下を飲み込んで差し上げろ。これだろう、落としたの。おい、あれ、
王宮にお返しするわけにはいかぬ。覚悟なされよ。くらえ！なんだお前は。こいつ毒を。仕方ない、ここは一旦。逃げたか。ドワーフが作った魔石の武器か。ひどいな、私の鱗がズタズタだ。まだやる気？弓を下ろしてくれ、私に誠意はない。私はあの魔法使いの言葉に逆らえないのだ。あいつがいなければひとときの自由が戻る。ごめんなさい、わけも知らずに。私、お前に牙を剥いた私を気遣ってくれるのか。心優しい小さな女王よ、忠告を聞くがいい。花園では反旗の炎が燃え上がった。今すでに反乱は起こっている。エルヴィンか。すぐに行動に移すのだ。取り返しがつかぬこととなる。おい待てよ、約束は。お母様、私は一体どうしたら。